あ、やばい、キー忘れてた。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのデアゴスティーニさんの楽しいつまみ細工30号のこちらの新しいお花、インパチェンスを作る動画になります。こちらの鶴の正月飾りの動画はまた別の動画になります。概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸の週刊パートワークものや、クチュリエさんやセリアさん、ホビーラホビーレさんの手芸のキットを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではパカ、あれ、こっちか。今回のインパチェンスに使うのはこの、見えるかな、奥にある赤い布だけかな。あとこれか、このビーズみたいなやつかなと思います。完成までいくのかな、どうなんだろう。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容が、まずはインパチェンスの花台紙と花のガイド紙、それから今回は葉っぱまでいかないみたいなんですけど、一応葉っぱの型紙も入ってます。それからワイヤーが2本分と 2.5cm×2.5cm の赤い布が合計で12枚分、それからこの赤いビーズが3粒入ってました。それでは、まあ、早速いつものように花台から作っていきたいと思うんですけど、その前にまずこのワイヤーを切り分けていきたいと思います。ワイヤーは14センチのものが1本と、7センチが3本、5センチを2本準備します。では早速切り分けていきましょう。はい、じゃあこんな感じで14センチが1本、7センチが3本、5センチが2本にできたら、いつものようにこれを切って花台を作っていきたいと思います。そしたらこんな感じで花台が2つできました。で、花台紙は3組分あって、あと葉っぱの分もあったんですけど、これは次号の取り置きになります。この分本当は今回作っちゃおうかなと思ったんですけど、多分次回違う色で花台作ると思うので、今回やらない方がいいかなと思います。で、今回作ったこの2つの花台なんですけど、ワイヤーは一番長い14センチのものと一番短い5センチのものを使って作ってあります。はい、そしたら次花びらを作っていきます。今回入ってたこの赤い布を使って、普通の丸つまみで花びらを10枚作っていきます。じゃあこんな感じで花びらが5枚5枚で合計10枚できました。結構ね、サリーのは布が余分に入ってたみたいです。はい、でそれではこっちの花台の方に配置をしていきたいと思います。なんか前回作ったこの梅の配置のやり方が結構うまくいったので、こんな感じで今回もやっていきたいと思います。花台をこんな感じにマステで固定してあげて、
鼻台にボンドを塗ってあげる。あ、やばい、切り忘れてた。そしたらこの作った丸つまみのこの端っこの部分、ここだけ少し切ってあげて、本当に先っちょだけ切ってあげてから、よいしょ、ここの縁の部分をちょっとだけ立ててあげて、こんな感じ。まあ、がっつりここではやらなくてもいいです。後でやるので。そしたらこの線の通りに配置をしていきます。よいしょ。気持ち真ん中少し開けるくらいな感じでやっていくとうまくいくかなと思います。よし、こんな感じかな。じゃあこんな感じで配置ができて固まってきたら、ここの花びらと花びらの隙間のところにもう一回ボンドを塗ってあげて、ここのお花のこの縦のラインのところにピンセットを突っ込んで開いてあげる。で、ここの三角の部分を指でギュッと押さえてあげます。ギュッと、こんな感じ。これで結構開くので、他のものもここに突っ込んで押さえてあげる。突っ込んで横に開いて押さえる。入れて開いて押さえる。ちょっとこの子もう少しこっち来てもいいかも。動くかな。こっちに来てもらって、よいしょ。で、最後のところも入れて開いて押さえる。これをちょっとね、空中だとやりづらいので、あとこの子がもうちょっと、よいしょ、こっちにずれてくれれば、よいしょ、うん、こんな感じでいい塩梅になったんじゃないでしょうか。よし、いい感じだね。ちょっとここの移動させた子だけもう少し乾くのが心配だけど、あとはおおむねいいんじゃないでしょうか。で、こっちも、まあ、同じようにやっていくんですけど、なんかこれ最初の時点で結構開けてる気がする。一応ちょっとボンドつけて同じように開いておきます。なんかやらなくてもこっちは良さそうだけどね。よし、こんな感じで開けたら、ここから今回はもう一工夫していきます。ただその時にまた花びらちょっと動いちゃったりしても嫌なので、またもう少し時間を置いて、この花びらがしっかり固まってからもう一工夫していきたいと思います。はい、じゃあさっき花びらを開いた分乾いたようなので、続き作っていきたいと思います。今回はこの花びらをハートの形にしていくので、この花びら1枚の中央のあたり、ここの縁の中央のあたりに少しだけこんな感じでボンドをつけてあげて、ここを谷折りするようにこうピンセットでそのすぐ横のところを挟んで、これを巻き込むようにこのボンドとつけてから、この谷折りになった部分をこんな感じでピンセットで挟んであげます。こんな感じで大丈夫かな。こうするとじゃじゃん、見えるかな、ハート型っぽくなってくれるので、だいたいハート型っぽくなったらピンセットを一回外して、ちょっとここら辺他の部分も綺麗になるように少し調整をしてあげます。こんな感じかな。よし、そしたら同じように他の4枚とこっちのお花の分も全部やっていきたいと思います。で、ボンドは先に全部の花びらつけちゃうよりかは、それぞれ1枚ずつやっていってあげた方がいいかなと思います。じゃん！じゃあこんな感じで2輪とも、この花びらの部分がこういう細長いハート型で、このね、さっき広げたここの縦のラインだった部分も可愛いハート型になるように
こんな感じでできたら、最後この中心の部分にボンドを少し出してあげて、今回ついてたこの赤いビーズのこの穴の部分をちょっと避けて配置を、よいしょ、こんな感じで乗っけてあげます。穴がね、中央に来るようにしてしまうと穴がすごい目立っちゃうので、穴の部分は避けてこうやって置いてあげたら、今回のインパチェンス完成です。じゃん、今回のインパチェンス完成しました。ちょっとここら辺のボンドの跡が気になるっちゃ気になるんだけど、でもまた春のブーケの時みたいに全部まとめる時にはもっと乾いてもっと気にならなくなると思うので、まあ今回はこれでもいいんじゃないかなと思っております。で、今回のインパチェンスなんですけど、途中でもお話しした通り、花びら一枚一枚もうこう、ここから見てもハートだし、この横から見てもハートがいっぱい並んでるような形になっていて、すごいね、ちょっとロマンチックな感じに仕上がったんじゃないかなと思います。色も赤だし、すごい可愛いんじゃないかなと思っております。で、今回使わなかったこの葉っぱとか、あとは花台に使うここら辺の型紙と、あと真ん中のこのビーズは次回使いますので、必ずなくさないようにしておいてください。あとあれか、ワイヤーも使わなかった分次回使いますので、そこら辺なくさないように取り置きしておきましょう。はい、それでは今回も皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの楽しいつまみ細工の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。とっても励みになっております。はい、それではまた次回の楽しいつまみ細工の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。See you!